ショートでわかるエクスペンダブルズ。まあこのエクスペンダブルズのなんといっても中心人物はシルベスタ・スタローンですよね。このスタローンのすごいのは、当時ライバルだったアーノルド・シュワルツネガー、さらにはブルース・ウィリスなどを積極的に起用して、一緒の画面のスクリーンの中で戦おうぜって言ったんですよね。80年代90年代のおじさん方は涙して喜びました。筋肉界のアベンジャーズと言っていいと思います。さあそして今回の最新作の4なんですけれども、ぐっと若返った印象があります。まずは主役としてバリバリ戦うジェイソン・ステイサム、そして今回の花はミーガン・フォックスなんですよね。まあシルベスタ・スタローン自体はもう77歳というね、ちょっと歳なので、今回は主役というよりは主役の座はステイサムに譲って、自分はどっかと構えているという感じでしたね。まさにニューブラッド、新しい血が入るこのエクスペンダブルズシリーズ、今後も期待です。あなたのエクスペンダブルズの感想はコメント欄で待ってるよ。だからこそ